今日は鶏天をご紹介します。鶏胸肉に下味をつけ衣をつけて揚げた大分県の郷土料理です。まずですね、鶏肉の方を切って下味をつけていきます。鶏胸肉の方ですね、これ皮ついたら皮を剥いでください。それでは今からですね、切り分けていくんですけども、今日はですね、スティックサイズ、長細くですね、切っていきます。身が厚いところは半分に添えてから切ってもらうといいと思います。それでは今からですね、鶏肉の方に下味をつけていきます。まずですね、お酒入れます。で次、醤油ですね、ごま油です、おろし生姜です、おろしにんにくです。これで混ぜていきます。揉むように混ぜてもらうと味が染み込みやすくなります。ではこちらでですね、30分ほど置いておきます。それでは次にですね、貝割れ大根を切っていきます。まず綿の部分を切り落とします。でその後ですね、半分に切って水につけておきます。それでは今からですね、大根おろしをすっていきます。皮を剥いてください。皮を剥いたら大根をおろしていきます。それでは天つゆを作っていきます。まず鍋にですね、水を入れます。で次、かつおだしです。醤油です。次、みりんです。で砂糖ですね。でこちらで火をつけます。一煮立ちしましたので火を切って置いておきます。それでは今から衣を作っていきます。まずボウルにですね、卵を入れます。でここに水を入れます。でこの時点でですね、よく卵をほぐしてください。よく混ざりましたら次に粉を入れていきます。まず小麦粉ですね。次に片栗粉入れます。これで混ぜていきます。ある程度混ざったら衣の完成です。それでは今から揚げていきます。まず油の温度を確認します。箸の先からこういった泡が出てきたら180度の合図です。それでは鶏肉に衣をつけて揚げていきます。そうですね、ある程度時間経ってきましたので、持ってもらってですね、中から振動が伝わるようでしたら上がってますので揚げていきます。それでは今から盛り付けていきます。大根おろしは絞ってから盛り付けていきます。最後に天つゆを添えて完成です。これで鶏天の完成です。天つゆの他に練りがらしを添えた酢醤油をつけていただくのもおすすめです。ぜひお試しください。